どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は今お友達というか占いのセッションやってたんですけど、この勢いで撮ってもいいのかなんて思って撮ってます。先輩っていうのかな、なんだろうな、お兄さん的な存在の方と一緒いるんですけど、ね、お兄さああ、はい。はじめまして。よん。いや、よろしくお願いしろましくお願いす。します。で、お兄さんの場合は、ルノルマンと、あとタロットもやりますけそうでど、す。ね、はい。お兄さんにルノルマをちょっとずつ、教えてもらいながら、互いの悩みをね、セッション、そうですね。ね。はい。ミュージシャンのセッションするの。そう。タロットセッションみたいな。合わせましょうか、みたいな感じで やってます。そうなんですよ。で、いつもね、一人で撮ってて寂しいので、誰かと一緒にいるときに撮ってみようかななんて思って。で、前回、カンナギのみやこさんをゲストで、ね、出したんですけど、ほんと最近僕、占い始めてまだ、1年半かな、しっかり始めて1年半なんですけど、本当にね、スピリチュアル系の方とめちゃくちゃつながったなって思ってね。でも、お兄さんもそうじゃないですか。そうですね、急激にですよ急激ね、に。はい、秀丸さんとつながったりとか、ね、そうっすよね。本当に不思議な縁が続きそう。まして、そう。で、あったらあったで、めちゃくちゃね、波長も合うし。ですね。考えてることがすごい近いですもんね。初めてかもしれない、こんなに。みやこさんともすごいね、縁も深いなって思って、波長も合うし。だからね、俺はね、もう直感で、この人だなって思った人がね、つながっていきたいなと。ありがとうございます。いやいや、こちらここちそ。らこそよろしくお願いしいまや、あす。りがとうございます、本当いえいえ。に。楽しいっすよね、タロッそトうでね。すよね。めちゃくちゃ楽しい。そう。ほんと。でも自分自身って見れないじゃないですか。タそロットとかやっちう。ゃう見と。れない。で、こうやって気の許した人に見てもらって、どうこうって言われたら、すごいなんか参考になるんですよね。そう。ほんとそう。で、自分だとどうしてもいい解釈で、こうなりたいとか。そう、読んじゃうから。人は人のことは何とでも言えるけど、自分のことやっぱ可愛いから、そう。いう会社になっちゃうと難しいですね。難しいっすよね。本当に難しい。ホロスコープだと、ちゃんと自分で、今どういうところにいるなって分かるんですけど、タロットはね、難しいっすね。自分自身ってなるとね、日々勉強だなって思いますよ。本当にそうでね、すタね。ロットは。で、お兄さんはね、霊気っていうのを使えて、霊気、霊気使いなんですよね。僕は、霊気っていうものは何なんだっていう、はてなっていう感じなんですけど、軽く霊気ってどうなの？どういうもんなの？みたいな、喋れます？そうですね、霊気って言っても、目に見えないものなんですけど、そうだね。ご自身で使うその道具だと思ってもらいたいんですよ。あんまりそういうわけのわかんないことになると、その宗教絡みとかになっちゃったりするじゃないですか。で、目に見えないけど、ある道具っていうふうに捉えてもらって、そうですね、この自分自身が生きやすくなるようになるツール、例えば引き寄せとか、必要な人を引き寄せたりとか、お金を引き寄せたりとかっていうのもありますし、いらないものを全部捨てるっていう、だから結構辛い目にもあったりするんですけど、ただし確実にこう自分自身と向き合うようになるようになるツールっていうかな。人によってやっぱり捉え方は違うんですけど、ただやっぱり撮る前と撮った後っていうのはちょっとやっぱガラリとちょっと変わったりするので、もし悩んでるんだったら撮っちゃった方が生きやすくなるよとか、こっちの方が早いよっていう感じですかね。今日この動画上がるの19日なんですけど、この19日に僕は霊気を取りに行ってます。なので、どうなるか、また僕自身もパワーアップしたらいいなーなんて思ってね、一皮むけてんすよ。一皮どころか、もう三皮も五皮も剥けますね、マ取っジったす。ら。
マジっすか、はい、ちょっと頑張りますよ、うん、っていうことで、そうそう、今日はねこんな感じで、まあ、撮ってますけど、ちょっとなんか自分もちょっといいっすか、いろいろ聞いて、あ、僕に、はい、はいはいはい、どうぞどうぞ。ひどまろさんって今どこであれやってるんですか。え、あ、カミール、あの電話占い、電話占いで、まあ、今活動はしてるんですけど、はい、で結構やっぱりこの YouTube をきっかけに問い合わせていただいて、で鑑定してるんですけど、まあありがたいことにね。え、で今ちょっと見てるんですけど、はいはいはい、口コミ126件って、え、結構えぐくないですか。そうなんですよ、今年の4月13からデビューして、まだ4ヶ月弱しか経ってない、ね、そうですね、今8月の半ばなんで、はい、うん、4ヶ月弱で126件、ありがとうございます。いや、そうですね、いや、ありがとうございます。皆さんのおかげでございます、本当に。ちょっとあの参考までに読み上げちゃってもいいですか。はい、あ、ありがとうございます、はい、はい、ちょっとその参考までなんですけど、はいはい、短い時間でしたが、秀丸先生にいろいろとアドバイスをいただきました。今運気は低迷中ですが、その間の過ごし方、吉報取りの方角など教えていただいて、実践してみたら連絡が欲しいと思っている人から連絡が来たり、動かなかった物事が動いてきたりと、早速少し変化が出てきました。おこれから来る低迷期で運気が悪い中でも運が上がる時期や恋愛出会い時期など的確に教えていただいたので希望が持てました。今までいろいろな占い師の方に見ていただきましたが、秀丸先生の親身になって優しい口調でおっしゃること言葉が今までとは違ってとても私に合っているようでした。時期を見てまた見ていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。うんうんうん、負けないで、人生これからです、これからですと言ってもらえて本当に嬉しかったです。人生の生きるに立たされている今、悩んでいる方向性をはっきりとやめた方がいいと言ってもらえて踏ん切りがつきました。その代わり、ずっとおぼろげに抱えていた海外の夢を、可能性があるので本当に頑張ってほしいと優しく背中を押していただきました。占いって素晴らしいですね。今日もお電話でとても元気が出ました。明日から夢に向かって頑張ります。いやいやいや、いい、うん、ありがとうございます。よかった、なんか役に立ててますね、僕。嬉しいな。そう、もう一発いきます。もう一発。じゃあ最後、すいません。はい、はい、秀丸先生、遅くに鑑定していただきありがとうございます。鑑定を受ける前に何となく決めた心構えがありましたが、秀丸先生の鑑定を受けてしっかり決まりました、うん、そしてついつい他人の動向、足並みを揃え、根回しなど気になる私でして、何でも引き受けた以上は完璧にと思う自分でしたが、私は私の幸せのために、自分がやりたかったことのためだけにやっていこうと思います。活動をやめた方がいいのかなと悩んでいましたが、相談してよかったです。やれる範囲で楽しんで頑張ります。秀丸先生に相談してよかったです。ありがとうございました。 YouTube いつも楽しみに見てます。いやいやいや、そうなんですよ、そうなんですよ。YouTube で知ってくれて、はい、で鑑定に来ていただいて、うん、ありがたい、嬉しいです。よかった、占い師ってよかった。まあ僕は19、20日でパワーアップして書いてこようかなと思っておりますので、はい、礼儀取りますよ。ファースト、セカンド、サードみたいな感じであるんですよね、はい、セカンドまでちょっと取って、どうなるか、もう一個頭抜けたいんですよ。楽しみにしててください。まあどうなるかわかんないですけどね、約束はできません。はい、ということで、では最後、今出たカミールっていうところで占っております。もし、興味がありましたら概要欄から飛んでいただければ僕占いますので、ぜひ来てください。あとチャンネル登録まだの方もぜひ、登録よろしくお願いします。ではまた更新します。ありがとうございます。